兵庫県知事選挙の全候補者の方へ個別のインタビューを行っております。今回は立花隆さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。お世話になってます。ありがとうございます。まずですね、お名前、年齢、職業、それから生まれ育ち、兵庫県との関わりはどんなものかっていうのを教えてください。はい、名前は立花隆と言います。57歳です。あと何でしたかね。職業は今は一番の収入は銀座のバーでバイトをしてますね。それが一番の収入ですけど、肩書きはあとは立花隆一人放送局株式会社の社長、それは YouTube の収入とかですけど、あとは NHK から国民を守る党という政治団体の代表、お金入ってこないですけどね。お金入ってこないですね。入ってこないですね。そんなことをしてますね。かつては YouTuber っていうふうに、そうですね、 YouTube やってますが今1円も入ってこないので。入ってこない。広告が剥がされた。もう入ってこない。たくさん見てくれてても入ってこない。そう、1円も入ってこないですね。投げ銭もできない。でも YouTube は僕に動画を出してほしいようで、動画を出しても別に断られない。すいません、生まれ育ちと兵庫県との関わりです。生まれたのは大阪府泉大津市ってところなんですけど、両親が淡路島、兵庫県の淡路島洲本市なので、子供の頃から、夏休み、春休み、冬休みはほぼ兵庫県の淡路島で過ごしていて、アルバイトもずっと中2ぐらいからもうその洲本市でバイトしてたんで。何をしてたの？淡路島と大阪府をつなぐ連絡船の切符切ったりとか、船の掃除したりとか、タラップかけたりとか、そういうバイトをもう中2から高校3年生までやってましたね。お住まいになったことっていうのはあるんですか？だから学校は大阪だったんですけど、そのお昼ご飯が出なくなる春休み冬休みな、夏休みはすぐにおじいちゃんおばあちゃんがいる淡路島に渡って、そこで生活してたんで、小中高のそういう休み期間は大阪にいなかったですね。兵庫県にいたってことですね。わかりました。で、今回の兵庫県知事選挙に立候補した理由っていうのを教えてください。これはね、一番は内部告発制度を悪用してですね、ちょっと待てよと、いやあんたやってること犯罪やないかと、犯罪しておいて公益通報者法制度を悪用するなっていうのが一番の思いですかね。でそれによってなんか知事がいじめられてて、でメディアも真実を言わないっていうところで、だんだんちょっとこれどうなってんのみたいな、だから真実をちゃんと発信するためにやってきた。その内部告発制度を悪用してっていうのはこれはどういうことなんですか？要は細かいことを説明すると、3月12日に今年のね、自殺された方ですけど、県民局長さんね、マスコミに情報をいっぱいばらまいたわけですよね。嘘の情報をね、この嘘の情報をばらまくことは名誉毀損罪なんですよ。仮に10個ばらま、全部で7つばらまいたのか、7つばらまいて1個でも嘘があっちゃダメなんですよね。これは名誉毀損になるんで、でもほとんど嘘だったわけですよ。1個か2個本当のことがあったのかもしれないですけど、で嘘をばらまいたために、当然犯人探しますよね、ばらまかれた方が。だって名誉毀損というのは基本的には相手を見つけて訴えなきゃいけないん でそれをちゃんと当時の、知事とか県の職員はやってるのに、見つかった側は自分がバレたから4月の5日になって内部通報って言って、最初からそこにやればいいのに、兵庫県の窓口に内部通報したから、これ以上詮索しないでくれみたいな形になっちゃってるんですよね。制度が おかしいというか、何してるのこれみたいな。だから内部通報をした人はやっぱり守られなきゃいけないっていうのは、それは立花さんももちろんもちろんそうですよ、ね。だから内部通報ってここで言うと2つって考えればいいと思うんですけど、根拠のない内部告発、内部通報、でエビデンスが乏しいっていうか全く根拠がないことはないと思うんですけど、その誰々課長が
そのから出張してる、行ってもない、うん、出張に行ってる、うん、なぜそんなこと言うんですかと、いや誰々さんに聞きましたと、うん、あの人とあの人のあの人に聞きました、うん、で何か証拠あるんですかと、いや聞いただけ、うん、でこれは、うん、あの県の窓口に言えば政府なんですよ、うん、まあ、県はそれを聞いて、うん、あそんな噂があるんだったら調査しようって、はい、その悪口言われてる人、うん、通報されてる人には分からないに調査するんですよね、うん、で結果として何もなかったとか、うん、あのありがとうございました、あなたの通報のおかげで見つかりましたってバックするわけですよね、うん、これだと政府なんですけど、うん、最初に噂話を外に出したわけですよ、うん、それもマスコミに出したんで、うん、それが一社とかだったらいいんですよマスコミ、うん、それが複数社に出したら、うん、これは名誉毀損罪、うん、あの全部が本当だったらね、うん、7つのうち7つ全部本当だったら政府なんです、うん、本当というか本当もしくは、うん、本当と信じるに、真実と信じるに足りる情報だったりです、ね、相当精査しないとやっちゃいけないことをやったんですね、うん、でそれを当然そんなことをばらまかれたら、うん、噂をばらまいてるわけですから、うん、当人にすぐに行きますよね、うん、で当人がそれを気づいて一番当人が嘘か本当か分かるわけですよ、うん、誰やこんなもん書いとんのはと、うん、犯人探ししますよね、うん、で見つけてちょ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 っととパソコン中身見せてくれと、うん、それね県のパソコンだから中身全部見る権利あるよと、うん、でなんでこんな書いたんや、うん、これ配ったのあんたか君かって言ったら、うん、いや違いますって最初は言ったけど、うん、まあ最終的には私一人でやりましたってことになったんですけど、その後懲戒処分を恐れてその窓口の方に後から通報してるんですよね、うん、でそれを悪用するなっていうのが一番強い思い、それは選挙に立候補しなければできないことだったんですか、うん、今回立花さんがだから選挙に立候補しないと注目されないですよね、うん、いわゆる僕の捜査力、あ調査力とか発信力が増さないんですよね、うん、だからこれはもうやるべきだなと、うん、でまあやろうと思ったらまあ林社長がお金出していいですよと、はい、半分出してください、あの令和の虎の林社長ね、令和の虎っていう、YouTube の番組、はい、そうですね、令和の虎の一番の主催者で、はい、まあ、あの旧武田地区、旧じゃなくて武田地区の創設者、うん、あのまあ、林社長が、うん、立花さんが出るんだったら、うん、出してもいいよって言うから、うん、僕もちょっと半分出しますけどって言ったら、いやあのでもお金ないんですって言ったら、全然いいですよと、うん、だから、うん、多くの人がやっぱりおかしいと思ってる、まあもう内部告発は僕はよく分かってるんですけど、まあ、世の中の一部の人はこう斎藤前知事に対するいじめをされてるんじゃないかって疑う人がいっぱい出てきたわけですね、9月ぐらいから、うんうん、で皆さん調べれば調べるほど出てくるわけですよ、これはいわゆるデマによっていじめられてると、でうちの党の浜田聡参議院議員や斉藤健一郎参議院もすごく関心を持っていて、彼らに聞いたら、いやあれ完全にちょっともう報道されてる内容と実態は違うっていうことも彼ら自身がはっきりとまあそう進言するので、じゃあ僕が立候補表明した、まあ10人最初出すって言ったんですけど、まあ僕一人でやった方がいいかっていうことになって、一人で立候補表明して調べ出したんですよね。したら僕が立候補表明した途端に、はい、いろんな情報が舞い込んできたんで、はい、あやっぱり立候補してよかったなっていう、うん、まあ、選挙による宣伝効果というか、そうですね、注目度が高まって、立花さんがそういう情報を求めているということで、うん、立花さんのところに連絡というか情報が来るようになったということですね、はい、そうですね、その情報はでも角度の高いものなんですか、噂レベルとかはないんですか。もちろん噂レベルはいっぱい来てます、うん、はい、だから当然僕はその例えば録音とか録画、うん、まあ、録音だったらその人の声であれば、うん、ワンソースでいいと思うんですよね、うん、で噂レベルのものについては2、3その付き合わせて、うん、でまあほぼほぼ他の、まあ、いろんな情報と合ってるところだけ出します、うん、でまあほぼほぼ他の、まあ、いろんな情報と合ってるところだけ出しますけど、うん、まあ、真実に足りる、はい、真実相当性が担保できる程度の、うん、まあ、間接情報っていうか噂っていうか、そういうね伝聞とか文章っていうのは、う
ある程度の数とか、うん、その確実な情報をくれた人に当てていくわけですよね、うん、こんな噂を聞いたけど、うん、どうですかって言ったら、うん、あそれは僕も聞いたことありますとか、うん、そういうところでの精度を上げて、それで精度を上げてるって感じですね、うんうん、